はい、こんにちは、ケイドラです。今回は5等分の花嫁コラボ引くべきかどうか最終考察やっていきます。実際に全キャラ自分で使ってみた後の評価なんですけども、今回は天魔の古城がまだ来ていないんで、そこでミクだったりイツキをまだ使えておりません。なので、実際に使用できるのは11月1日金曜日の12時以降なんですけども、この日僕ね M4 があって、その日のうちに絶対動画上げれないですし、遅くなったら来週の日曜日までかかる可能性があるんで、もうそうなったらコラボ最終日間近なんですよ。なので、今回は申し訳ないんですけども、特にミクに関してはエアプの段階で評価させていただきます。そこだけご了承ください。で、今回も各キャラの強み弱みを話していって、全体の性能評価をした上で、現環境でどのように使われているか、今後の可能性はあるかを考えて話していきます。モンストにおいての性能面だけの評価なんで、作品が好きな方だったり、自分がせっかくオーブを貯めて引いたキャラを少しね微妙とか弱いとか言われるのが苦手な方はご注意ください。特に今回に関しては推しが皆さんいると思いますので、自分の推しがねちょっと微妙とか正直必要ないとか言われると怒ってしまう可能性がある方は、ここでブラウザバックを推奨します。では行きましょう。ではまず簡易結論から話していくんですけども、今回は鳥獣神祭との合算コラボなので、基本的に引く価値は結構高いと思います。コラボキャラの性能自体も優秀ですし、 12% 中の 9.6% の確率でコラボもしくは限定キャラが出るめちゃくちゃ熱いガチャなんで、本当にキャッチも美味しいんですよね。で、限定キャラを除いたコラボキャラの確率だけで見ても 12% 中の 6% あるんで、第2弾系のコラボガチャよりも当たりキャラが出やすくなっています。ただその代わり個別のピックアップはないんで、1点狙いはできません。鳥獣限定の当たり枠に関しては後ほど深掘りしていこうと思っております。今回のガチャは引く選択肢いっぱいあるんですけども、まず1つ目、空中天炎さんの最適性キャラだったり、スペックお化けが欲しい方、2つ目、霊術フォーサーだったり他の難しいコンテンツのサポーターキャラが欲しい方、3つ目、現状コンティニュー不可能な近畿深淵試練の間、あとは近畿の26層以上だったり熱敵士の適性が欲しい方、4つ目、超獣神祭の限定キャラを全然持っていなくて政宗、ヤクモ、ナイトメア、クオンとかも同時に欲しい方、こういった方は引く価値が非常に高いと思います。逆にスルーの選択肢としましては、既存コンテンツの適性に全く困っていなくて未来投資もしない方、個人的には既存コンテンツをさらに楽にしてくれるようなキャラ性能は引くべきだと思ってるんですけども、間に合ってるよっていう方は引かなくてもいいかなっていうふうに思います。2つ目、鳥獣限定もほとんど持っていて、次鳥獣審査へ回すんであれば新春限定が出るタイミングがいい方ですね。そういった方はスルーでもいいかなっていうふうに思っております。で、鳥獣限定のキャラ評価していくんですけども、基本的に政宗が超絶大当たりで、他ヤクモ、ナイトメア、クオンは超大当たりで、マギア、キリンジは大当たりで、ネオ、アルスラン、アビスは現状当たり枠かなっていうふうに思ってます。政宗一体いれば、天魔の古城もそうですし、他の難しいコンテンツ、あとは絶級クエストもほとんどのクエストで使えるんで、2所持だった場合もしくは1体所持の場合は2体目以降全然当たりなんで、コラボキャラと一緒に運よく出ればめちゃくちゃハッピーな気分になります。もちろん他のヤクモ、ナイトメア、クオンに関しても2体目以降めちゃくちゃ嬉しいんですけども、ただやっぱり2ヶ月後の超ぶっ壊れ新春限定が出るタイミングで、このキャラたちも複数体引ける可能性があるんで、超大当たり以上未所持の方以外は深追いは禁物かなっていう風に思ってます。今回のガチャはもちろんめちゃくちゃ美味しいガチャなんですけども、やっぱり2ヶ月後に新春限定が迫ってるっていうこのタイミングがちょっと悪いんですよね。仮にこれが6月だったり7月ぐらいにコラボが来ていれば、オーブ全突破って言ってた可能性もあるんですけども、今回はさすがにそれは言えないんで、皆さんの困っているクエスト次第ですけども、基本的にミクとニノが引ければ撤退もありかなっていう風に思ってます。もちろん政宗、ヤクモ、ナイトメア、クオン、この辺を持っていない方はもうちょっとねオーブ使っても良いと思うんですけども、このキャラたちを持ってる方は撤退も視野に入れてください。では各キャラの性能評価していきましょう。まずはミクですね。
このキャラの強みとしましては、まずは高い殴り火力ですよね。超バラ解放できて、超 AGB、 超マインスイーパー M、 そして魔封じ EL を持ってるんですけども、まあ、空中庭園3においては全ての敵にこのキラーが乗ります。なので、まあ、実質全属性キラー EL なんですけども、まあ、魔封じっていうものは結構他のクエストでも道中の雑魚に刺さったりするんで、決して悪くはないキラーなんですよね。鉱物キラーとか鳥獣封じよりも本当に汎用性が高いんで優秀です。で、まあ、空中庭園3においては結構被ダメージも痛いんですけども、ソウルスティール L を持ってるんで、敵を1体倒すごとにヒットポイントなんと1万回復します。これも結構やばいっすよね。で、なぜか SS 短縮がついてるんですけども、その SS が一定期間スピードとパワーと防御力がアップし、カウンター非属性キラーアクセラレーター状態になります。で、さらに触れた敵の攻撃ターンを稀に増加させるっていうところで、まあ体感なんですけども、1段階だったら 50% ぐらいで、2段階だったらまあ 60% 以上はあるんじゃないかなっていう感じでしたね。なので結構遅延もしますし、まあ、そもそも大前提に書いてあることやばいっすよね。一定期間の自強化プラスカウンター非属性キラーがつくんで、まあ、この間友情コンボの火力もね、これキラー分乗ってくるんですけども、その友情コンボがインクリーススフィアと反射ウォールボム。この友情コンボたちも非常に強力ですし、もちろん魔封じ EL も乗ってくるんで、キラー対象にはめちゃくちゃ高い火力出るんですよね。アクセラレーターもつくんで、しっかり味方のサポートもできちゃうんですよ。やってることやばいっすよね。本当にモリモリなんで、空中庭園3においては、まあしばらく使えないんでエアプで話しますけども、絶対強いっす。めっちゃ強いと思います。まあ怪獣8号の近畿深淵が来る前の評価と同じ感じで、もう見てわかるやつですね。絶対強いんですよ。もう3倍キラー常に入って、まあ、超 AGB で機動力もあって、超バラで、まあ、超マインスイーパー M もあって、まあ、この SS ですよ。もう本当にもう艦隊でもクリアできると思いますし、最近流行ってるダムス2体と渡積10増編成、まあ、このダムスの枠がこのキャラに変わるぐらいめちゃくちゃ強いと思うんで、まあ、スタメンは間違いないですよね。何体編成にするかは僕もまだ迷ってるんですけども、まあ、最低2体は入るかな。で、重蔵の SS がやっぱり強いんで、ラスゲで打ちたい方は重蔵1体入れてもいいかなって感じですけども、まあ、シンプルにダムス2体編成、渡積重蔵のダムス枠をミクに変えるっていう編成もあると思うんで、まあ、いろんなパターンが生まれると思います。まあ、事故が起こりにくいのは、やっぱり4体もしくは3体編成だと思うんで、まあ、多分僕は3体以上は入れるんじゃないかなっていう風に思ってます。なんだかんだ空中庭園3に関しては正規の適正キャラが上杉謙信以外ちゃんと出ていなかったんで、久々の土適正かつもう本当にぶっ壊すぐらいの強キャラが登場してしまいました。最後になっちゃったんですけども、このような空中庭園の超特攻キャラは、まあ、基本的に3アビとかでとどまるんですけども、なぜかアンチ転送壁もついてるんですよね。なので、まあ、組み合わせ重力転送だったりダミオ転送、マイン転送っていう風にいろんなクエストで使える可能性秘めてるんですよね。まあ、現にママゴアシとかでもしっかり強かったんで、未来投資できるっていう点も非常に強力ですよね。ちなみにアブピッシャーに関しても魔封じ EL が基本的に雑魚に乗りますし、 SS を打った次のターンにクシティを使いながらボス1ワンパンがワンチャン狙える可能性があるんで、シールドブレイカーはありませんが一応使えるキャラとなっています。弱みとしましてはキャラスペックが高いんで特にないんですけども、強いて言うならば友情コンボが両方とも無属性っていうところと SS の遅延が稀っていうところなんで、遅延前提で立ち回りができないっていうところはちょっと扱いにくいかなっていうふうに思います。総評としましては空中庭園3においては文句なしの超アタッカーでして、まあ、スペックに関してもお化けなんで、まあ、今年のコラボキャラの中でもトップクラスの性能かなっていうふうに思います。現状使えるクエストは空中庭園3、ママゴアシ、裏近畿21、あとは一応アブビッシャーでも使います。で、今後の可能性に関しては意外と転送壁絡みで見るとまあまあ消費していたんですよね。重力転送だったら魔法陣込みで
未開56で使われていますし、反射に関しては空中低減8ですね。で、マイン転送に関してはこちらも反射ですけども、アブフィッシャーでハマっています。まあ、貫通タイプは無理やり使えるんですけども、で、ないとしたらここかな、ダメオ転送ラインなんですけども、この枠は、まあ、特にめちゃくちゃハマってるわけではないんですけども、一応ママゴアシでは若干ダメージオール出てきたんですけども、必須マークはなかったんで、まあ、ダメオ転送が一番怪しいですかね。アジン族も結構多くなっております。この枠に関しては同じ声優さんのクオンもいますし、ナポレオンだったりジョータロもいるんで、結構強キャラ揃いなんですよ。アルビーもいますよね。なので、まあ、実際ハマるかどうか分かりませんが、キャラのスペックが高いんで、まあ、こういったキャラ性能は抑えておいた方がいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。なので確保する方に関しては、空中低減3を毎月楽にしたい方だったり、まあ、これから挑戦する予定がある方、他には高性能のコラボキャラが欲しい方向けですね。順位としましては、今回のコラボの一番の超絶大当たり枠ですね。やっぱり空中低減3をここまでぶっ壊すキャラは、まあそうそう出ないと思いますし、今後さらに壊すとしてもミクが軸になってくると思うんで、この上なくめちゃくちゃ強いと思います。続きまして2の見ていきましょう。このキャラの強みとしましては、高いサポート能力ですよね。バリアを持っていて超レーザーストップ M もあるんで、まず防御面がね結構優れてるんですけども、なおかつバウンドチャージとユースピアップ持ってるんで、触れた味方にしっかりね加速もできますし、友情コンボの威力もアップしてくれますし、自分自身プラス味方もね SS ターンを短縮できるんで、この友情コンボも非常に優秀です。で、 SS に関してはスピードアップ&触れた敵の弱点倍率を一定期間アップ&触れた味方のパワーと防御力も一定期間アップしまして、バブリー状態も付与します。この SS 結構やばいことやってるんですけども、まあルナと結構このキャラ似てますよね。バウンドチャージを持っていてバフができるっていうところで、貫通タイプでアビリティ対応も全然違うルナ亜種っていう感じで僕は捉えてます。まあそれぐらい結構ね評価してるんですけども、まあ本当にこのバウンドチャージユースピアップこの SS は結構他のコンテンツでも長生きすると思うんですよね。なおかつバリアを持っているんで、まあエレメントアタックが出るクエストでも多少無理して連れていける可能性も全然あるんですよ。なのでサポート能力に関しては今年出たキャラの中でもトップクラスに強いと思ってます。ここまでサポートに振っていると RBα 的な感じでフォーサーの特攻キャラで終わりかと思いきや、アンチ魔法陣と超アンチ転送壁もあるんで、まあ、今後他のクエストでもしっかりね活躍できる可能性ありますし、まあ、既存のクエストでもコルロとかでもねしっかり活躍できると思うんで、これも非常に優秀ですよね。なので、まあ、殴り火力も決して低くないキャラですし、今後他の難しいコンテンツでもしっかりね1体でもいればめちゃくちゃ活躍できる性能なんで、他の味方キャラの強化ができるサポート能力がこのキャラの唯一無二の強みですよね。改めてサポート部分をおさらいすると、バウンドチャージユースピアップ、味方のバフ防御力アップバブリー付与、そして敵の弱点倍率アップっていうところで、味方に攻撃力と防御力アップのバフをかけながらバブリー状態も付与していて、さらにこのキャラ自体が加速を持っているんで、このバブリーと加速の相性もめちゃくちゃいいんですよね。なので本当にサポート能力に関してはこの上なく優れてると思います。弱みとしましては、攻撃バフの継続ターンが3回行動ではなく2回行動なんですよね。意外と2回行動ってすぐ切れるイメージがあるんで、まあルナのバフとかと比べるとやっぱり一巡短いのはデメリットになるかなっていうふうに思います。あとはバブリー状態に関しても1段階だったら1行動しか付与できないんで、まあ基本的にこのキャラ SS 打つ場合は2段階が必須級ですよね。なので SS を打つ場合はできるだけ2段階を意識して打ってください。総評としましてはルナ亜種と呼んでもいいぐらいの次世代型のサポート性能キャラかなっていうふうに思ってます。めちゃくちゃ優秀ですよね。で、現状使えるクエストは霊術フォーサーだったり近畿の29、あとは貫通タイプですけどもコルロでもしっかりサポーターとして使います。で、今後の可能性に関しては転送壁絡みで使える可能性は十分あると思っています。マイン転送は意外と貫通タイプちゃんと接待されていませんし、まあ、他の組み合わせとしましては減速転送とか
魔法陣はねあんまり関係ないと思いますけども、まあ、こういった組み合わせがあるので一体編成で結構使える可能性はあるんじゃないかなっていうふうに思ってます。なのでこのキャラ確保する方に関してはフォーサーの適正キャラだったり難しいコンテンツでのサポーター性能が欲しい方向けですね。バリアを持っているんで多属性の難しいコンテンツでも使える可能性ありますし、まあ、一番息が長い可能性あるんで、まあ、今回のコラボの、まあ、超絶大当たりか迷いましたが、まあ、一旦ね現状の、クエストの範囲を考えて超大当たり枠とさせていただきます。手持ちで1体でも持っていればだいぶ活躍するんじゃないかなっていうふうに思ってます。続きまして1か見ていきましょう。このキャラの強みとしましては、まずは弱点キラー L の殴り火力ですよね。まあ、貫通タイプなんでしっかり弱点も殴りやすいですし、まあ、超 AGB だったりマインスイーパー L もあるんで、特に近畿深淵においては、このアビリティも全て含めてめちゃくちゃ強くなってます。他にも超アンチ減速壁持ってるんで、減速が出るクエスト、もしくは重力バリアが出るクエストでは、必ず加速ができますよね。しっかり機動力も優れているんで、弱点キラー L を活かしやすくなっています。で、守備面に関しては、超レーザーストップ M を持ってるんですけども、まあ、これに関しても、近畿深淵の、ドラゴンが撃ってくるレーザー、めちゃくちゃ痛いんですけども、それを軽減することができます。まあ、全味方に撃ってくるんで、まあ、超レーザーストップ M が結構役立つんですよね。で、友情コンボに関しては、タッチ貫通弾と超強貫通弱点ロックオン衝撃波5。もちろんこれ弱点キラー L が両方とも乗ってくるんですけども、まあ、特に相性いいのがサブ友情の方ですよね。絶対弱点に飛んでいく友情コンボなんで、弱点キラー L がしっかり乗ってきますし、まあ、近畿深淵においては、この友情コンボだけで、なんと厄介なめちゃくちゃ硬かったデカ鬼を倒すことができましたね。すごい火力ですよね。このサブ友情コンボを複数個当てるだけで倒せるんで、めちゃくちゃ強くなってます。で、メイン友情がタッチ貫通弾なんですけども、これに関しても近畿深淵ではめっちゃ強かったんですよね。まあ、敵の内部に入って殴りまくるクエストなんで、まあ、弱点キラー L が乗ったタッチ貫通弾がめちゃくちゃ弱点に当たります。なので、もう本当に一瞬でボス消し飛びましたし、今までオーデンタでループヒット頑張ってたのが、本当にバカらしくなるぐらいめっちゃ強かったです。で、SS に関しては、自強化&稀加速ですね。壁に触れたら稀に加速します。で、さらに味方に触れると HP が回復するんですけども、この HP 回復に関しては、味方に触れるたびに毎回回復するんで、たくさん味方に触れたらもちろん全回復もできますし、まあ、キスキルリラが持ってた SS と一緒なんですけども、たまに味方に多段ヒットすると HP が全回復します。で、この SS が8ターンから打てるんで、回転率も結構いいですし、まあ、この弱点キラー L をね、最大限活かせる超アビだったり SS が魅力的ですよね。弱みとしましては、近畿深淵の特攻キャラなんですけども、どうしてもあのクエストは友情コンボロック飛んでくるんですよね。で、後出しの特攻キャラなんで、強いて言えば、状態異常レジストだったり、まあ、状態異常回復のアビリティが欲しかったですね。じゃないと、どうしてもね、紋章が必須クラスなんですよ。紋章つけるんであれば、もちろんオーデンタでもクリアはできますし、まあ今後11月12月に関してもナユタが来ないんですよねっていうところも踏まえて数ヶ月イチカに関しては出番がなくなりますし、まあ近畿深淵に関しては不可思議マラソンする方以外は、まあ基本的に毎月一つクリアすればいいだけなんで、まあそこまでこのキャラの重要性は高くないんじゃないかなっていうふうに思います。まあ一応現状ストライカーレコードがあるんで、そこの条件満たしたい方はクリアする必要あるんですけども、まあ絶対クリアしないといけないわけではないんで、やっぱり状態異常レジストがあれば最高だったかなと思います。まあ今後もしかすると、友情コンボ白爆発プラス状態異常回復ブラスト持ってるキャラで、アビリティに状態異常回復だったり、状態異常レジストを持っていて、本当に状態異常回復に特化した相方が出れば、このキャラの価値は結構上がると思います。で、その相方が出れば、多分 SS に関しても、友情コンボバフつくと思うんで、
よりこのキャラが強くなりますよね。その時代が来れば紋章に関してもつけなくていいんで、一花の評価は結構上がると思います。現状はどうしても時間かかってしまうクエストなんで、不可思議マラソンにも向いていませんし、まあ不可思議マラソンしていない方は別のクエストクリアすればいいんで、そこまで近畿深淵を重要視しなくていいんじゃないかなっていう風に冷静に考えたら思いました。ただ総評としましては、やっぱり近畿深淵においてはめっちゃくちゃ強かったし、オーデンタの火力もね等に超えているんで、このクエストでは友情コンボで難易度をぶっ壊していましたね。現状使えるクエストは近畿深淵、マーチ、新芝、カンデラ、あとは裏近畿25とかでも使えます。で、今後の可能性に関しては、まあ、結構ね現状いろんなクエストでねギミック使ってるんですけども、まああるとしたらここですかね。トリプルアンチなんですけども、重力マイン原則、まあ適正キャラがまだまだ少ないところですけども、ヘラと一緒に使いますし、まあ、このキャラはいつか神獣進化して一緒に使える可能性ありますよね。このキャラ確保する方に関しては、近畿深淵の適正キャラが欲しい方だったり、過去の絶級クエストの適正に困っている方、まあ主に近畿深淵なんですけども、他の近畿深淵の適正キャラを全然持っていない人向けかなっていうふうに思います。このキャラの順位としましては、今回のコラボの優秀な大当たり枠とさせていただきます。本当に状態上レジストがあれば文句なしの超大当たり枠だったんですけども、まあ、今回それがついていなかったんで大当たり枠とさせていただきます。まあ SS に関しても回復要素を持っているんで、めっちゃ状態上レジストと相性いいんですけども、まあこれつけたらダメだったのかな、あったら本当に最高でしたねっていう風に思っております。続きまして、いつき見ていきましょう。このキャラの強みとしましては、まずは高い殴り火力ですよね。超バラ解放できて、超ダメを超アンチワープ、マインスイーパー M、さらにウォールブースト M を持っているんで、最高火力はめちゃくちゃ高いんですよ。軽く限定キャラクラスの殴り火力持ってるんですけども、スピードに関しては上げる要素全くないんで、ちょっと遅めですよね。他にもアンチ魔法陣持っていますし、リジェネ M もあるんで、毎ターンヒットポイントを3000回復してくれます。で、友情コンボに関しては、超強全敵貫通ロックオン衝撃が3。まあこれはね、しっかり上腹効果乗ってくるんで威力高いですし、サブ友情に友情フィールド持ってるんで、基本的にこの友情コンボの火力が 1.5 倍上がっています。もちろんね、この範囲に入ってる味方の友情コンボも上げてくれるんですけども、そこの部分に関しては、試練の魔3の正宗だったり、ルビーと相性が良くなっています。で、SS に関しては、自強化&触れた壁すべてにヒーリングオールを貼る&停止後に再装するんですけども、この再装部分が2段階がかなり強くて、まあ基本的にこの再装 SS って、再度動き出す際に自分にバフをかけるんですけども、これが 1.8 倍あるんですよ。で、もともと自強化倍率が 1.8 倍あるんで、まあ実質自強化倍率 3.6 倍で、暴れ回ることができます。まあ、そこにもちろん超バラ効果だったり、まあ、超アビリティですね。ウォールブースト M も乗ってくるはずなんで、再装時は本当にめちゃくちゃ殴り火力高いんですよね。実際に使ってみても驚きましたね。なんでこんなに火力高いんやって思っていた理由が、この再装時のバフ効果によるものでした。なので、2段階の SS は相当やばいっていう風に覚えておいてください。めっちゃくちゃ硬かった EX の涅槃弱城のボス戦も、この SS で簡単に削らせることができたんで、非常に強力なアタッカーだと思います。弱みとしましては、殴り火力は文句ないんですけども、スピードに関しては、ダッシュとかロングスピードモードとか何も持っていないんで、結構遅いと感じましたね。実際に裏近畿28で使ってみると、足が遅いんで、ラウドラバリア破壊してからのボス火力が結構出しにくいなっていう風に思いました。で、試練さんでも使えるんですけども、正直あのクエストでリジネ M はほとんど意味がないんで、まあ、これつけるぐらいだったら無属性耐性とかあった方が嬉しかったですね。っていうのもあのクエスト火ダメージがめちゃくちゃ痛くて、ボス一発のメテオで2万ぐらい吹き飛びますし、センサーのバフに関しても一発で2万5000ダメージ受けるんで、まあ、正直ヒットポイントリジェネ M で回復したところでほとんど意味がありません。もちろん幽霊状態からリジェネで回復することもできないんで、ほとんど恩恵は感じないと思います。総評としましては高火力アタッカーでして、特に2段階の SS は結構重いんですけども、その分めちゃくちゃ威力高いんで、
まあ、涅槃弱城のラスギに関しても SS1 本で倒しきることができるぐらい強力ですよね。なので聖徳太子に関しては裏近畿28からの EX 涅槃弱城戦においては特に必要がなくなったんで、持っていなくても今後は全然困らないと思います。現状使えるクエストは裏近畿28、表近畿23、あとは試練の魔3だったり超究極のエンペディオスとかでも使います。今後の可能性に関しては、まあ、今回このキャラ完全にギミックを消化しちゃってるんですよね。このトイプランチに関しては裏近畿28で、こっち魔法陣に関しては試練の魔3で使ってます。なのでまあちょっと今後の可能性は相当低そうですよね。一応完全ギミック対応に関してもワルプルギスと静か御前がいるんですよ。なんで、まあ、このキャラたちも同時にハマるってことになるんで、まあ、もちろん持っていればアタッカーとして強力なんですけども、まあ、ハマる可能性は相当低いんじゃないかなっていうふうに思っております。今回のコラボの中でも一番可能性は低そうですよね。このキャラ確保する方に関しては近畿28のクリアが難しい方だったり、涅槃弱城マラソンがしたい方、あとは試練の魔3の適正キャラが欲しい方だったり、過去のクエストの適正に困っている方向けですね。汎用性は現状結構高めでございます。順位としましてはしっかりね、現状コンティニューができない近畿28だったり試練の魔3でハマってるんで、今回の優秀な大当たり枠として評価しています。手持ちが揃っている方は別に持っていなくても特に困りはしないんですけども、近畿28は表も裏も特に初心者さんに関しては結構難しいクエストなんですよね。なのでこのキャラが引けて今回初めてクリアできましたっていうコメントもあるんで、そういった方の救世主になりうるキャラかなっていうふうに思います。では最後四つ葉見ていきましょう。このキャラの強みとしましては、まずは熱敵士の特攻部分ですよね。超ダメをマインスイーパー M ロングパワーモード魔封じが乗ってくるとしっかり殴り火力も高いですし、まあ、結構ね熱敵士に関してはスピード感求められるんですけども、超スピ解放できるキャラなんで特に問題はありません。で殴り火力に関してもロングパワーモード持っているんで2回行動分は 1.5 倍火力上がりますし、魔封じに関しても、まあ、ボスだったり他の雑魚にも結構刺さってくるんで、反射の適正キャラの中では一番強くなっています。で友情コンボに関してはハイリレーションカッターとバブリーギフトなんですけども、まあ、ロングパワーモード一応効果乗ってきますし、まあ、バブリーギフトに関してはしっかり味方のサポートができるんで難しいコンテンツ、まあ、特に熱敵士においても優秀ですよね。で SS に関しては自強化&遅延&触れた味方の SS ターンを一定ターン短縮するんですけども、この遅延に関してはランダム効果でしたね。1段階で1ターンから3ターン、2段階で2ターンから4ターンなんですけども、まあ1段階の3ターンとか2段階の4ターンは結構低確率なんじゃないかなと思います。で SS ターン短縮に関しては1段階で2ターン、2段階で4ターンなのでめっちゃ短縮するわけではないんですけども、しっかり味方のサポートができます。シンプルに遅延は難しいコンテンツで腐りにくいんで使いやすいですよね。一応 SS に関してはループはできないと言ったんですけども、4ターン短縮しまくれるんで艦隊で使えばボスに遅延をかけながら結構延命できるんですよね。もちろん艦隊前提ですけども、この四つ葉アクセルが決まると結構楽しく使えちゃいます。弱みとしましては遅延がランダムですし、4ターン遅延は結構ね低確率なんですよね。なかなか起こりません。で SS ターン短縮もないんで結構ターン数重いですし、この単数に比べてこの味方の SS 短縮要素も1段階が2ターン、2段階が4ターンと結構ね少ないなっていう風に感じちゃいました。で既存のコンテンツにおいても最適性は特に取れていないんで、まあ熱敵士に関しては反射枠の最適性ですけども、まあ貫通枠はねナイトミアっていう化け物がいるんで、まあ特に持っていなくても現状困りはしませんでした。もちろんねナイトミア持っていなかったら熱敵士ではめちゃくちゃ使えるんですけどね。で先ほど言った艦隊で SS で遊ぶ際も基本的に毎ターン他の四つ葉3体に SS を当てる必要があるんで、まあどうしてもねこのキャラ反射タイプっていうところでそれが難しいですよね。まあステージ移動とかも挟むと
まあどうしても雑魚が多かったりしますし、なんなら敵の裏にはまってる可能性もあるんで、正直遅延ループに関しても、まあ理想を言えばめちゃくちゃ強いんですけども、実際問題そんなうまくいかないんで、実用性はほぼないと思います。最近の遅延キャラは、16ターンで2ターン、20ターンで3ターン、24ターンで4ターン遅延してくれるんで、この SS だったら正直、短縮要素は消してシンプルに遅延ターンは固定でやった方が使いやすかったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ自強化遅延なんで2ターンもしくは3ターンだと思うんですけども、短縮要素がついちゃったせいか18プラス8ターンという、まあ、中途半端なね単数なんで、まあ扱いもねちょっと難しいかなっていうふうに思いましたね。まあ特に熱敵時に関してはバトル2で死ぬ可能性もありますし、バトル4も鬼門なんですけども、まあ即殺つけたとしても2段階の SS はなかなかたまらないんで、この SS をうまく決めることができずに負ける可能性もあります。あと熱敵時に関してはドクロのフォトンを起動させると8ターンの遅延打ってくるんですよね。なので不屈の必殺をつけていないと、まあ、このキャラの SS もね遅延されますし、他の味方の SS もねせっかく短縮したとしても全く意味がなくなるんで、ちょっとねクエストとの相性は悪いかなっていう風に思いました。なので熱敵士で使う際はこのキャラプラス他のキャラにも基本的に不屈の必殺はつけてあげましょう。そうじゃないとこのキャラの SS が腐ってしまいます。総評としましては、熱敵士のボスに対しては殴り火力強力でしたし、道中はバブリーギフトとこの SS でしっかりサポート部分で活躍できましたね。現状使えるクエストは熱敵士、近畿27、あとは豪絶の様とかでも使えます。で、今後の可能性に関しては、ダメオ地雷ブロックの反射枠ですね。ここに関しては一応ハマる可能性があります。マインスイーパーだったら現状1体しかいないんですけども、まあどうなんかな、さすがに飛行接待はないと思うんで、まあマイン接待だと思うんですけども、まあ、キャラがまだまだ少ないんでハマる可能性は低そうですけども、まあ、一応ここでハマった場合は、まあ、初回は強そうですけども、まあ、すぐに後出し特攻に抜かれそうですよね。スペックがめちゃくちゃ高いキャラであれば、まあ、しばらくね、適正取れるんですけども、まあ、このキャラ性能だったら、まあ、すぐに抜かれる可能性はあるかなっていうふうに思います。なので、このキャラ確保する方に関しては、熱敵士の適正に困っている方だったり、近畿27、表も裏もクリアできない方、そういった方向けかなっていうふうに思います。まあ、近畿27に関しては、正直このキャラめちゃくちゃ強いわけではないですし、裏近畿の方が圧倒的に簡単だと思っているんで、まあ27の活躍の幅はそこまでかなっていうふうに思います。このキャラの順位としましては、今回のコラボの平凡枠ですね。まあ、熱敵士に困っていない方だったり、まあ正直熱敵士集めていない方は現状特に必要ないですし、まあ今後の可能性もちょっと低そうなんですよね。まあキャラパワーがそこまで高くないんで、まあ強みは遅延ぐらいですけども、まあ遅延の SS に関しては工場キャラ限定キャラでも全然つくんで、他の4体と比べるとちょっと性能が抑えられがちかなっていうふうに思いましたね。もちろん熱敵士の適正キャラに困っていた方は今回助かった方も多いと思いますけども、急いで運極にするキャラでもないんで、そこまで評価しなくていいんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあそんな感じでキャラ性能を見ていきましたけども、最後当たり順まとめていきましょう。直近の高難易度コンテンツの活躍から見た全体の評価はミク 2-1 かイツキ、ヨツバで、現状の最高難易度コンテンツの空中低減と霊絶はやっていなくて、近畿は毎月オーブがもらえるんでクリアしたいっていう方向けの評価は1かイツキ2のヨツバとミクは一緒ぐらいですね。まあこういった評価かなっていうふうに思います。今回はやっぱり鳥獣合算コラボなんで、鳥獣キャラを含めるとかなり難しいコンテンツの適正キャラが揃う神ガチャですよね。鳥獣キャラもコラボキャラも既存コンテンツにハマってるキャラがメインなんで、自分がどのクエストに困ってるかを判断して引くかどうかを決めましょう。まあ、コラボに関しては来週の火曜日に終わってしまうんで、最後まで悩みたい方は10月31日木曜日のモンストニュースまで待ってから、その情報を見てから引くかどうか判断しても良いと思いますし、まあ、空中庭園に関しては11月1日金曜日に購入するんで、実際にミクの使用感を YouTube とかで見てから判断するのも良いと思います。以上そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録もお願いします。それではバイバイ。